皆さんこんにちは。今日も雨のポートランドでした。一日中雨が降っていてすごく寒かったです。しかしながら今日は日本の友人が我が家を訪ねてくれました。子供たちと本を読んだりして遊んでくれて、子供たちも日本の文化についてもっと興味を持ったんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日のトピックスはこちらです。近所のオーガニック系スーパーで見つけた焼きそばです。アルファベットで焼きそばって書いてありますね。まあアルファベットというかローマ字ですね。そして日本語でも焼きそばと書いてあります。これ確か1ドル50セントぐらいだったと思いますので、日本円でそうですね、150円ぐらい、かなりアメリカでも高いかなっていうような感じがします。私は焼きそば好きなんですけれど、確かこのような焼きそばイエロー5号、日本では黄色4号という食品添加物が含まれて、要するに黄色に着色されているんですね。そしてまたオーガニックではないので、我が家ではちょっとあまり食べることがないです。ちょっと残念です。ということでまた明日。